宇宙人狼アマンガス。これは宇宙を舞台にした人狼ゲームです。プレイヤーは船員であるクルーメイトと詐欺師であるインポスターに分かれます。クルー側はインポスターに殺されないように警戒しつつ、脱出するためにタスクをこなしていきます。インポスターはタスクを進めにくくするために停電などの妨害工作をしながら、こっそりクルーメイトたちを殺害していきます。インポスターは専用のハッチがあり、マップ内をショートカット移動もできたりします。クルーが死体を発見したり、議論ボタンを押すと議論開始。この時だけボイスチャットをつないで議論をします。そこで怪しい人を見つけて宇宙から追放するというような流れになります。クルー側は全てのタスクをこなし脱出するか、全てのインポスターを追放できれば勝ち。インポスター側はクルー側を同じ人数に減らすか、もしくは妨害工作などで時間切れを狙えば勝ちです。それではやっていきましょう。わからないことは後々解説していきます。あ、10人集まってるね。え、なんか一人王冠かぶってるんだけど。あ、いいや。王様いる、王様。ガハハ。王様いるわ。独裁政治をしてやる。この人も追放で、ちょっと、初手取ろう。ああ課金してやがる。ああもう、俺、狼だったらマスキン髪に行こう。ああマスキン髪に。ちょっと姉さんの隣怖いから、マミーの隣に。怖いー。なんでどういうこといやー、来た。なんか来た。なんか来た。なんか来た。マミー、助けて。マミー、助けて。じゃあ、こんなもんで一回やってみようか。うん。うん、足早え。1.25 の方がいいかな。1.25 いいじゃない、人数多いともこれで。いい。ここ。行きましょう。はい。姉さんには逆らえないから。ミュートしよう。はい。じゃあママさんのミュート全部やってるね、もう。ああ、お願いします。またクルーメイトかい。まだインポスターやったことないんだけど。確率どうなってんの、本当に。ああ、これか。これ苦手なんだよね。あ、ケナちゃんがまだミュートにしてないな。後で言うか。なんだ？メルトダウン。リアクターだ。リアクター行け。あ、ケナちゃんミュートなってないよ。ごめんなさい。すいません。ちゃんと言ってあげてる。えらい。ああ、メッドベイ行く。あ、まあ、うん、人来たからいいや、怖いわ。あ、アドミンのカードスラッシュの前にこっちをチェック。こっちチェックするけど、私、これの見方あんまよくわかってないんだよね。さあ、行くぜ。カードスラッシュ。シュッ。あ、シュッ。はい、オッケー、一発でーす。一発でーす。なんだ次は。待って、めっちゃ黙っちゃうな、これ。んどこ、あー、なんだーい。アメチーン。はい。はい。はい。アメチーン。アメさんが、はい。アッパーエンジンかな、アッパーエンジンのところで死んでました。はい、ごめん、俺アッパーエンジンでか言われてもわかんない。左上。マップのところに。左上で、で、すごい個人的なことなんですけど、うん、コナン君に追っかけ回されてすごい怖かった。めちゃくちゃどうでもいい話だった。いや、結構、殺しに。ピクシャの子分だからじゃない？いや、違います。左。左。だって私も貼っちゃった。赤の方と最後すれ違ったって黄色が言ってる。ひなぴよさん。あ、マジか。ひなぴよさん最後、さ、ストレージいたよね。ストレージにいて、結構ね、フィクシャーとね、アドミンとかから一緒だった。そう、多分だけど、ひなぴよちゃんには無理じゃないかな。うん。きついと思う。あ、すれ違ったわ。シャロンさんすれ違ったわ。シャロンさんはどっちに行ったの？ね、エレクトリカルから右の方に抜けてったから、逃げてったのか、ちょっと怪しいな、でも。うん、ちょっとそこはわかんないから、私からはそう、白とは思えないかな。エレクトリカルとマッドベイは通気口繋がってるから。あ
うん、ダクトって。ああ、そうだ。左行った人って誰？俺がね、あ、俺いた、左。うん。待って、タップ見る。リアクター。俺、リアクターにいた。ほう。ああ、リクター。だから、ちゃうな、でも。そうだね。リアクターにいて、だけど、俺、どこだっけ？ロワーエンジンの方から、リアクターに行ったのよ。うんうんうん、その時に誰もすれ違ってないから、多分、あれなんじゃない？そっからカフェテリアに流れたんじゃない？っていう、俺は予想。いや、誰もセキュリティとかでカメラ見てないか。ダクト使って、ダクト使って中にいたか。ちょっともう一回押します。容疑者が多い。ああ、この時間でちょっと間に合うかな、タスク。ナビゲーションのタスクワンチャン終わんない？ワンチャン終わんない？よしよしよし。こっちか。あ、これ苦手。ちょっと。あ、ダメだった。はいはい。はい。あ、りっくんが押してくれた。ナイスボタン。じゃあ、俺が押したことになってるんだ。うん。うん。じゃあ、もう俺は押せないってことか。うん。ボタン悲しい。まだ話してない人たちの話を聞きたいかな。あ、じゃあ私から、はい、最後マットベイにいたんですけど、その時にリリアンさんも一緒にいて、うん、それでカフェテリアかアッパエンジから来たかわかんないんですけど、もし左側から来たなら、あの最後、最初私がマットベイにいて、その後リリアンさんが帰ってきて、うん、それが、あの確か死体がアッパエンジでしたよね。そうです、そうです。もし、あの、その、来た方向が分かんなかったんですけど、もし左側から来たなら、リリアンさんが怪しいのかなって、個人的には思ってます。リリアンさん。自分と喋ってもいいですか？どうぞ。あ、お願いします。まあ、自分なんか今言ってたんだけど、メッドウェイでリムさんと会って、自分実際左側から流れてきたんですよ。ほうほう。なんか自分なんか、地味に監視カメラを見たりしてて、なんかその時にすれ違ったのがピンクのリックさんだけであるなら、こうかなって見て、多分リアクター直した後だと思うんですよね。私リアクター直した後にコナン君と鬼ごっこしてアッパーエンジンに乗ってくるから鬼ごっこしたんですよ。ただその時は伝えなかったんで、多分レポートする直前かちょっと前ぐらいじゃないかなって思ってるんですけど、うーん、ちなみにあと他の方たちはどこに？私は全く関係ない右側にいました。うん。まずアフィナちゃんミュートにしましょう。え、ちなみにその右側にいたっていうの誰か見てる人いるの？ないか。ずっと一人でいたの。あー、また。つくねー、時間。短いね。短い。誰か行動した方がいい気がするんだけどな。うん、とりあえず、まあ、なんか、メッドベイナーの、多分試験管でしょ。あ、合ってる。おー、ママいる。試験管は、やっといて損はない。いや、もう一回話し合った方がいいと思うわ。押すか。なんでリックいるよ。はい。押しました。はい。はい、ありがとうございます。すごい中途半端に終わっちゃったから、そう、なんか、誰か、その、左側にいて結構怪しめな人、行動を一緒にした方がいいんじゃないかなと思って、押しました。私はリリアさんのことを疑ってるので、それで二人で行動しようかな。じゃあ、リムちゃんと。自分なんか逆になんか、うん、リムさんのこと、今、殺した人なのに、リムさんと良ければ一緒に。ん？うん？いや、でも、サイクロ、一番黒いなって思うのって、あれじゃないですか。うん、なんかあ、待って、ママのやつ聞いてないやん。そう、うん、ごめんなさい、食べるタイプ。リアクターって、あの、下の方をやったんだよね、手。うん、で、その後にアッパーエンジン行って、ね、やってくれた。うん、アッパーエンジン行って、で、その後マットベイ行って、あの、試験管のやつ、やって、うん、その後、コナン君に追われながらカフェテリア行ったんだよね。
んくん、おいすぎ。その後に、O2 でさ、呼ばれたじゃん、みんな招集かかって、招集っていうか、うん、あれがあってさ。で、O2 でやってて、そこで死体発見されて、で、あと、その、パッドベイの試験管、どうやってクリアしたらいいかわかんないんだけど、一個だけ色が違うのが60秒後に現れるから、それを押す。うん。あ、押すだけ？うん。そう。あ、ありがとうございます。時間で。でも、ママも多分、きついんじゃないかな。多分、私がアッパーエンジンから、めっちゃなんか逃げ出してきて、で、その、コナン君が、マッドベイに入って、ママと追っかけっこしたと思うから、うんうん、多分そっからさ、ママさ、あ、ママじゃないや。え、なんかリムさん、アドミンですれ違わなかった一回。すれ違いました。あ、じゃあリムさんもきついのか。うんうん、じゃあとりあえずそのリムさん、リリアンさん、二人で行動して。そうですね。私ちょっとリックンと一緒に行動しようかな。誰だ？姉さん。姉さんじゃない。誰、うん、の今の声。ピオスです。あ、ピオちゃん、オッケー。じゃあ、アロンさんも黒目に見てます。ピオちゃん赤だよな。うん、赤。いやー、リックン黒いと思うんだよなまあ、素直にこう、左側にいるっていうことを話したことは、まあ、白目なのかもしれないけれども、いやー、黒目なんだよなあれ？なんだこれ？あー、そっか、もう途中からか。オッケー。おー、停電。りっくんどこ？りっくん？あ、いたいたいた。何してんだ？あ、ずっとくるくるしてる。左側行きたいね。りっくん？あれ？しまって。りっくん？りっくん？あ、上？なんで？なんで上行ったし。え、入りたい？ちょっと大丈夫か？大丈夫か？直しに行くか。左に行かせてくれないなぁ。あ、あ。挙動不審だぞ、ちょっと。やっぱ黒いぞ、この人。殺すタイミングと場所を伺ってんな。多分、エレクトリカルの奥で殺したいんじゃないか、私のこと。ちょっと、距離を取るぞ。まあ、タスクやってるっぽいか。なに こっち来て、こっち。そっち？あ、そう、オッケー。私は上に行きたいのだ。あ、そう、リアクターの中にも、うぃー。お。はいはい。はい。お、シャロンさんが押してくれた。はい、なんでしょう。チャットかな、多分。オッケー。チャット見るわ。いや、しかし。誰も殺されてない。そうだね。うん、白い。このボタンはとても白い。うん。いいボタン。誰も死んでなさそう。結構、そうだよね。結構長かったから。うん。え、でもこのボタンはめちゃくちゃ白い。そうだね。体格子でもないです。うん。うん。りっくんとは結構ずっと一緒にいた。うん。ずっとピオちゃんと一緒にいた。まあ、ただ。ちゃんとピオちゃん、俺のタスク終わるまで待ってくれてる。いい距離感を保ってた。ピアさんも変な動きはしてなかったかな。タスク諦めたのを見た。うん、え、おいおい、コナン君だけど。コナン君。コナン君、あれやで、チャット右上で撃てるんやで。ね、監視カメラ見てる。そう。ちなみに、監視カメラ見てたのをちゃんと確認しました。あ、カメラ光ってたから。オッケーオッケー、うん。見てくれてるなと思っていた。でピナちゃんがタスク諦めたのを見たっていうのはどういうことでしょう？どういうこと？あ、私？うん。うん、コナン。タスク諦めたの？うん、諦めたのを見たって言ってる。
いや、あのね、違う、カードがね、うん、出たカードすら。全部さ、いや、助かったの、カードが光らないんだよね。だからなんかずっとやってた。あの、早くても遅くてもダメだから、中間のいい感じの速度で。そうなんだよね。なるほどね。うん、あれだけ終わんないよね。でもさ、コナン君とさ、ピナちゃんなんか追っかけっこしてなかった、アドミンの。嘘、押してた。なんかテーブル挟んで。そう、テーブル挟んで。とりあえずまあ、でも誰も死んでないからスキップ入れます。スキップ。じゃ引き続き。あとタスクどんぐらいだ？私終わりました。マジ？あと2つ、3つくらいかな。俺もまだ。私遅う。リックンついていきます。さて、そっか、りっくんについていきますって、そういえば私言ったんだったな。じゃあ、りっくんについていくか。あー、リアクター、行こう。りっくん行こう。あ、終わった。お、ナイス。え、ついでに私、リアクターの、あ、まあいいや、上、どっちでもいいけど、上のタスクやっていいですか。よし。やったぜ。あれ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 。はい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 、現行犯、現行犯、現行犯。はいはい。現行犯です。はい。はい。リアクターが鳴りまして、うん、あの、みんなで来たじゃないですか。うん。で、そっから私とマミーとシャロンさんが、うん、ロアエンジンの方に抜けて、うん。ロアエンジン。はい。下の、はい、左下の方行って、で、うん、リアクターに、ママが入ってったんですけど、うんうん、はい。私はちょっとスルーしてビューって行こうとしたんだけど、シャロンさんが入ってったんで、気になって戻ってみたら、玄関まで食ってました。あ、だから、それでもし私が疑わしいんだったら、私もローラーしてもらって、あの、シャロンさん釣った後に私釣ってもらっても大丈夫です。シャロンさん、うん、何か言い残すことは。まだダメ余裕あるからな。あ、待って待って。大対。ん？ 5 対 1 か。5対 2, 対2。いや違う、シャロンさんと私がもし釣っていなくなったとしても。うんうん、あ、そうそう、そういうことね。4対2。そうね、シャロンさんの視点を知りたいかな。フィクシャーが殺してました、みたいな案かな。釣ってもらってもらっても全然。はい。ファッションが足りねえ。じゃあ。釣りますか。まあでもなんか、勢いパッションで言うなら本当にフィクシャー本物かなって感じはしたけど。だからちなみにまだ私、あの、ボタン使ってないんで、うん、あの、シャロンさん釣った後に自分でボタン押して釣ってもらっても大丈夫です。ああ。ミーに任せるけど。私これのあれ次第でしょ。うん。え、まだ時間あるから私まだじゃあ入れないで、なんか話すか。私まだちょっと3個くらいタスクがあるから、どうしよう、りっくんついてきてもらっても大丈夫？ごめん、ミュートしてな、もう一回。あ、タスク私まだ3個くらいあるからついてきてもらって大丈夫？うん、了解。はい。よそ。よし。あ、インポスターって出ちゃったね。これフィクシャー白確定だね。あ、どこだ。あ、こっちか。リック直すぞ。はい、オッケー。直った。左だ。左に行くぞ、リックン。あ、その前にストレージでごめんなさい。はいはい、設定で見えるって知らなくて。そうだね。約束した手前ボタン押さないわけにもなと思って。いや、そうしちゃいました。これは、する必要ないなと思います。そうだね。設定、これどうやって変えるんだろう。後で変えようね。うん、後で変えよう。うん。今、何があったの？シャロンさんがインポスターだったよって表記されたから。そう。うん。そう、フィクシャーが白いってことが分かってしまったなって思って。うん、なるほど。
そう、見えない設定の部屋だってやってたから、うんうん、それでもうローラー慣れちゃってたからさ、それ。じゃあ、そのみたいな感じだったけど。いや、本当は、ボタン消費したくなかったけど、まあ、うんうん、押すって言ったから、とりあえず押しました。はい。リリアンさんはなんでスキップに入れたのかが私、気になって。そうなんですよ。入れ忘れてました。気にしないでください。入れ忘れた入れ忘れたら表示されないんだよな。え、マジですか？自分何も触ってませんよ。え、スキップに入ってます。入ってた。あれなんだ。これも隠すか投票も後で設定して。そうだね。そうしよう。うわ、ん、とりあえず。スキップで。いいかな？いいかな？はい。うん、まあ、わかんない。私、タスク終わったんで、いろいろ見回っときまーす。私、あと1個です。はい。私はもう終わりました。私は給油がまだあります。あと、マットベイの試験管があります。もう選ぶだけだから大丈夫だと思います。では、もういいか、スキップに入れちゃって。いいかな？オッケー。まだ今、リムちゃんと、リリアンさん一緒に行動してる、うん、あ、ずっと行動してます。あ、オッケーオッケー、お願いします。まあ、でもこれ勝ち筋割と見えてるんじゃないか？タスクってあとどんくらいだ？タスクももうちょっとだし、インポスター残り一人だし、まあ、りっくんかそのリリアンさんのどっちかに一郎いるでしょ。給油給油。おっと、リアクターか。でも、ついでに、給油ついでに、あ、直った。いや。で、ここね。いや、ここ怖っ！ここ怖っ！殺されそう。あ、うわぁ！マジかよ！この野郎！助けてー！いやー、りっくんか。やっぱりりっくんだよね。死んだ。頼んだぞ、みんな。いいですか。リムさん見てたかわかんないんですけど、ピンクが、あれ、ガス色的なやつから出てきたところ。はい、もう無理です。はい、投票お願いします。無理です。さすがに、もう無理ですね。さすがに無理です。さすがに無理でした。てかさ、もう、ピナちゃんがさ、めっちゃ追っかけてくるから、もう、ピナちゃんが来るわ。ちょっと強靭の振り。さすがに無理。二人行動言われた瞬間に、負けを確信した。イエーイ！ナイス！いやー、リック疑っててよかったぜ。リリアさん、疑っちゃってごめんね。いやー、全然。ごめん。どうやって勝とうかなって思ってたよ。人狼側通話できないの痛いよ。確かに。いや、そうだ。ワンチャンさ、もうかさ、これさ、人狼が勝つ手段って言ったらさ、俺が、うん、あ、シャロンさんが、ピヨちゃんのことを殺して、で、俺が通報して、そこのライン切ってみたいな、それぐらいしかなかったけど、それをさ、通話できないから、それしてもきついし、でも、どっちにしろきついもんな。え、だからシャロンさん的には動きはあったと思う。なんかそのリクが、通報して、いや、キャノンさんが、殺して回んなきゃいけなかったんですけど、エレクトリから入ってったから、私が発見してしまって、お話を。その時に、あ、やべえよ。ごめんなさい、シャロンさん。自分も。俺さ、通話聞いてたけど、ピクサーさんとピオさん、うまいでしょ、絶対これ。うん。やってる人でしょ、もう。え、私がうまいのは、ですよ、来るだけですよ。まだ私、一回もインポスター引いたことない。うまいなって。しかもめっちゃエアプ勢です。エアプ勢。配信見てるだけ。いやー。最初の一配置もあんまりごまかせない一配置だったからな。そう。アリクさん殺さないって思ってて、やったーと思って一緒についてったら。これリックしろかなーとか最後の方思ったら、あー殺されたーって。ちょっと。ね、もう、夢、真横にビクターン出てきたのにさ、全然気づかなかった。びっくりした。それでもうぐるぐるしてたのに、全然通報しないから誰も。待って、もしかしてだけど、私、死体の鬼ごっこで引き散らかしてたってこと。